ハッピーハッピーハッピーホームタウン、埼玉県下じゃナンバーワン、電気地に任せな間違いね、なんならお得にまとめ買いで。はい、皆さんこんにちは、電気地 YouTube チャンネルの時間がやってまいりました。今日はですね、はい、私シューズキングと森田店長でダブルでお送りしたいと思います。お願いします。さあ、僕たちのですね、前に森田くん何が置いてある？これ、はい、これは、電気ケトルですね。そうですね、はい、今やもう一家に一台だったりとか、新生活とかでもですね、よくもう数年で電気屋さんでも確実に売れる商品となっておりますが、はい、スピードがどれが一番速いのかって気になったことありませんか？やったことないですね。そうなんですよ、はい、お客様からですね、どれが一番早く沸くんですかと、はい、聞かないでくださいと、はい、ちょっと困りますと、はい、ということで今日は検証します、はい、その名もですね、電気ケトル最速王決定戦を行います。よっ、まあ、はい、今日はですね、はい、5つの精鋭たちをここに用意してます、はい、強そうだ。紹介どうぞ。はい、まずはね、皆さんご存知です、14年連続売上ナンバーワン、ティファールの人気モデルアプレシアです。店頭価格3980円。続いてですね、ティファールのアプレシア、AG プラス加工、保温機能が、プラスされたモデルですね。続いてどうぞ。はい、魔法瓶で有名な象印、CKAJ08、 店頭価格が7208円になります。沸騰後約90度、1時間あったか保温が可能です。続いては、タイガーのワクコさん PCJ081、店頭4780円、税別になります。こちらですね、空抱き防止だったり、蒸気レスだったり、安心安全機能に特化したモデルになります。で、最後にですね、おしゃれと言ったらイタリアから来たデロンギ、KBLA1200J 3480円、税別以上です。こちらの量は、計量は 500ml を、全メーカー統一して投入させていただきます。 500ml、象印が老舗メーカーの意地を見せてくれるのか、押してください、どうぞ。今日の枠のイメージもある程度入れてるんで、全然浮かない。いきます。でも白いの測ってるだけですよ。ああ、そうですね。100度まだだよ。こいつやりました。沸騰してる位からさあ、やってきました、ティファールアプレシア、参ります。デロンギ行きたいと思います。ここを押すと開きます。さあ行きます。はい、スタート。頑張れ頑張れ。早い。では続いてですね、このレッドホールのタイガー行きたいと思います。よろしいですか？はい、お願いします。いきます。乗っけて、こうやって持ってて
でももうここにテテ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 テにしちゃうから。俺は3分クッキングがいいな。おお。止めなきゃ止めなきゃ。よしよし。おい。おい。森田氏。森田氏。まあ油断してたよね多分ね。全然止まってなかった今。奇跡も一緒。奇跡起きましたよ。ここだけそれはここだけじゃあもううまく編集していただいて。できる。四秒ぐらいは多分チョンボしてます。多分。はい、ではお待たせいたしました。結果発表。なおですね。はい。先に今回はですね。はい。こちらで500ミリ、はい、でもちゃんとリッターっていうのを測って。はい、大体お昼時のこうカップ麺1杯分とか、はい、それぐらいですね、僕たちがコーヒーを飲むようなコーヒー 2,3 杯分とかですね、そうですね、を目安に、はい、戦っていただきました。結果、はい、第5位、はい、こちら、あ、ティファールが来ました。そうですね、時間の方お願いします。はい、時間の方、3分48秒です。なるほど、はい、だ続きまして、はい、第、はい、4位でこれです。あっと、またティファールですね。ティファールが早いですね。本当に時間の方は、時間はですね、3分33秒です。なるほど、人気とは裏腹な順位になってますね。はい、じゃあ続いては、はい、第3位、はい、3位、はい、第3位です。こちら、はい、象印ですね。象印さん来ましたね。魔法瓶、時間の方は、はい、時間の方は3分27秒。なるほど、じゃあ続いては2位と言いたいんですが、はい、2位を言ったら1位が分かっちゃうんで、そっちかってことですよね。はい、どっちだと思います？分かんないですね。分かんない、はい、じゃあまずタイムの方から言おうかなと思います、はい、同じ条件ですからね、はい、1位のタイムは2分55秒。早いですね。早いですね。これはもうカップ麺待つより早いですからね。早いです。1位こちらです、はい、ありがとうございます。おいや早いです。2位に20秒ぐらい圧倒的でした。30秒ぐらい、はい、ついてますね。圧倒的です。はい、まあ、今回でもスピードは、はい、あのワッコさんがね、はい、一番速かったんですけども、はい、ここには森田くん、はい、どうですか、でも選ぶポイントってスピードだけなんですかね。いや、そんなことはないと思うんですけど、まあ、例えば保温機能に特化したモデルや手入れや抗菌性に特化したモデルっていうのもいろいろあると思いますので、お客様に合った最適なケトルがあると思いますので、なるほど、はい、それを店頭でご案内をしっかりするっていうことですね。よろしくお願いいたします。ぜひお近くの電気市まで、はい、電気市にお越しいただければと思います、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日は、電気ケトル最速決定戦をお送りいたしました、はい、高評価の方お待ちしてます。ホームタウン電気地、埼玉一番電気地、笑顔を届ける電気地、あなたの街の電気地。